嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。おしてイエスイエスおしたぜー。はい、はい、今日一言も喋らない。いいかな。ゲームを何だって。やってる声何。ハラウィのチェリーとドリー、彼の中で最近来ているやつ。今日話す内容はですね、おおすげー、何も言ってない。正義はもう帰った方がいいかもしんないね。え、もうある意味耳を塞ぐか帰った方がいいレベルのもうね、もう虫だ。そうです、今日は虫についての都市伝説。分かった、ヘルペスオオカブトか。すげえよ。寄生虫の都市伝説。うわ、出た。お疲れ様です。あくまで都市伝説だから。こいつらの都市伝説はもう事実なのよ。近年の研究でみんなにとってもう知りたくもないような事実が一つ判明してしまいました。なんでしょう。寄生虫の中でも人間を操る寄生虫というものがね、存在するらしい。存在んの。もう言っちゃえば洗脳、マインドコントロール的な感じですよね。やばい、すげえな。操られてますか。操られてないですよ。お前それ適当すぎだろ。さすがに。今日は2種類の寄生虫を紹介していこうと思うんだけども、まず1つ目のやつをね、ちょっと画像があるんで、はい、これ見てもらいましょう。はい、こんな感じでございますね。あ、何さっき、何さっき、鳥肌がもう。これはそのメジナムシという。あー、おう、どんな、ごめん、あ、ど、お前研究した。規制されてる、規制されてる。呼吸できなくなった。主にアフリカに生息する寄生虫なんだけど、綺麗じゃない水とかそういうところによく生息してて、普段はミジンコに寄生するんです。このミジンコが入った水、これは人間が飲んじゃって、あ、まあ、それ経由で人間に寄生してしまう。なるほどね。こいつの厄介なところはね、寄生してもなかなか気づかないんですね。まあ、それはね、ちっちゃいからね。症状が現れるまで約1年経つ。まあ、大体この虫っていうのは下半身メインで寄生するわけですよ。皮膚のもう一個下にある皮下っていう、よく皮下脂肪とか言うでしょ、その皮下に潜んでいるわけ。で、1年間まあここら辺で生息して、1年経ったぐらいで水ぶくれみたいな、そういう炎症を起こさせるんですね。もうそれによってもう吐き気、めまい、嘔吐にも及んでくると。あ、分かった。俺さ、よく YouTube でさ、寄生虫除去みたいな俺検索してよく見るの。なんでなんでそう思うの。よく見るのよ。でも背中から薬みたいなの塗ってピンでこう取るのよ。そういう感じのやつでしょ、多分。正解です。おどうなんですよ、こいつの恐ろしいところは、水ぶくれを作った後に皮下を食い破って、皮膚がこう出てくるんですよ。だから、これめっちゃ、これ超穴的な穴、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 すげえ。画像があります、その画像が。おやめてー。ちょっと見てみましょう。ちょ、マジやめてよ。みんなで見てみましょう。こちらでございます。これもう糸みたいでしょ、これも。え、俺が見てるの全然違うんだけど。これそれも、この細い糸みたいなやつが俺メジナムシです。あ、もうこれそのまま。そう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 。これでも抜いた方がいいんですよね。まあまあまあ、そうやな。抜いた方がいいんだけど、めちゃめちゃ柔らかくて超切れやすいわけよ。慎重にこう抜かないと、もうプツって途中で切れたりしたら、こいつ体内で、あーあー、いや、そんな、そう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 。だからこれめちゃめちゃ、だからもう数週間かけてゆっくりゆっくりゆっくり抜かなきゃいけないの。これ薬とかで死なないの。これ薬とかないんですよ。あ、ないんだ。もうその方法しかないんだ。そう、だからもう抜くしかないんだよ。こっからがね、主に紹介していきたかった、さっき言ったマインドコントロール的な寄生虫、はい、トキソプラズマ。エクトプラズマじゃない。エクトプラズマじゃない。なんか電気感すごい。このトキソプラズマっていうのは世界中にいるんですね。マジ？うわ、日本にもいるということですね。当然日本にもいます。このトキソプラズマっていうのは通常はね、猫に寄生する虫なんですよね。猫ね、はい、トキソプラズマの恐ろしいところは、とにかく頭いいんだよね。うん、あ、その寄生虫自体が、最初はね、ネズミに食われるわけ、わざと。ネズミの体内に侵入するわけ、わざとで、コントロールしちゃうの、まずは。おお、ちょっ
気管理能力だったりとか、はいはい、そういうのを鈍らせる、そういう神経みたいなのを送るわけよ。で、猫に捕まらせやすくする、そういうことでございます。すげえ。こいつが人間に寄生することもあるよっていうのが最近判明されたわけだ。人間に侵入するとどうなるかっていうと、倦怠感だったりとか危機管理能力が下がる。これもネズミと同じように。トキソプラズマを調べてるその研究者の有名な人がいて、その人がこの寄生虫を調べてる時に、そういえば俺も感染されてるかもみたいな推測を立てたわけです。症状が一致してたの。なんでかって言ったら、やたらと横断歩道で車に轢かれそうになったりそういうのが多かったで、博士の体を調べたら実際にトキソプラズマいたんですよ。マジなんだ。で、そっから大々的に調べていって、トキソプラズマに感染してる人は普通の人よりも2倍交通事故に遭うっていうデータが取れたんですよ。トキソプラズマの厄介なところとして、傷口とかからね侵入するんだけど、白血球いるでしょ、はい、白血球って本来大菌だったりとか外部からのばい菌とかを消してくれるような働きをするんだけど、トキソプラズマっていうのは白血球を洗脳してしまう。もう終わり終わりじゃん。もうしかもそれ洗脳するだけではなく、白血球をちっちゃい工場みたいなのに変えて、人間がその危機感を鈍らせる神経みたいなのをこう脳みそに送る役目をする。だから白血球改造してもう送っちゃってんのよ、人間の。最悪の場合寝たきりにもなってしまうほどヤバい病気なんですね。で、特にね、病院の人がその妊婦さんに注意するのよ。生肉とかそのゴミ箱とか綺麗じゃない水とかには気をつけてくださいねって。これなんでかっていうと、トキソプラズマに感染してしまうからって言って。で、このトキソプラズマはもう一つ結構衝撃的なことがありまして、統合失調症になりやすいんですよ、トキソプラズマの感染者っていうのは普通の患者と比べて。で、まあ、症状似てるもんね。まあそうだね。で、これで、まあ、だるい感じとか、まあ、鬱な感じとかでそのまま自殺してしまう人とかも結構多いと。だからそういう危険な面もあります。感染してる？だるい感じでじゃない？ちなみにその虫っていうのはね、地球上で何匹いるか皆さん知ってますか？100系。まあ昨日大輝に言ったからな。100系匹いると言われてるんで。で、そこでちょっと話が変わるんですけど、子供の頃さ、虫結構平気で潰したりとかしてた人いない？今考えたらようあんなことできたな、気持ち悪いなって。なる。なってる。なる。思わない？それ。そこで今回の都市伝説をちょっと振り返ってほしいんだけど、寄生虫っていうのは人間の脳みそに侵入して、もう思考回路を変えてしまうんですよ。それに加えて100万種類の虫がいるわけ。まだまだ人間が知らない虫もいっぱいいますよ。このことを考えると、子供の頃は虫を平気で殺せてたのに、どん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 年を重ねるごとに知らず知らずに寄生されていって、虫を殺さないようにこの寄生虫が命令送っているんではないかって考えられないですか？僕はそうは思わない。あれ、思わない。え、だってさ、言いたいことはわかります。でも、まとめるのは僕の仕事。わー、先ほどね、危機管理の話しましたね。危機管理能力がもともと人間っていうのはこう大きくなっていくにつれて、まあ育っていくわけじゃないですか、はいはいはい、それに比べてその寄生虫っていうのはその危機管理能力を鈍らしていくと、はいはいはい、いうことは、ターボーが言ったのは逆に危機管理能力を人間の増やしてしまっているわけです。そうじゃなくて、人間の危機管理能力、本能が寄生虫とかを多分ビビって、普通の人はこう虫を避けるようになるわけです。これは自然の流れなわけです。逆の理論ですよ。虫も危ないわけじゃないですか、うん、要するにね。そうね。それなのに昆虫の博士や昆虫好きな人、めちゃくちゃ虫好きですね、うん、めちゃくちゃ触れ合っていくじゃないですか、うん、これはもしかしたら寄生虫に脅威されているのかもしれません。ほー、そっち理論。逆にそっち理論。そう、逆に管理能力を鈍らされて虫がどんどん好きになっちゃってるっていう、そっちを。どういうこと？そう。どういうこと？いや、でもこれその距離を取ってるって言ったけど、いいか、いいか。いや、まあ俺はね、本当は別にこれでまとめたかったわけじゃないんですよ。トキソプラズマが入ってって、うん、まあ、白血球とかまでいじれると。そうなんですよ。細胞まで、人間細胞まで、まあ、洗脳して、うん、あ、まあ良くない方に攻撃を仕向けられるわけじゃないですか、はいはいはい、逆に言ったらこの SF 映画みたいな、この細胞とか寄生虫をめっちゃ研究していけば、もしかしたら人間の逆に
細胞を良い方向に動かすやつが現れるかもしれない。おお、まあそうだね。ロマンあります。それロマンあるね。夢あるな。ちょっと最後、ちょっと俺もやりたい、俺もやりたい。え、落として、はい、3秒ルールって口に運ぶのはやめましょう。お前はもう帰れよ。時は止まらない、過ぎてくだけ。